2012年1月ドラマ水曜日夜10時日本テレビ系列ダーティーママ、はい、シングルマザー嘘つかない、うん、女にとって本当の幸せとは何でしょうか、うん、素敵な恋愛やりがいのある仕事結婚出産あるいは全部女性の生き方が多様化した今何が本当の幸せなのか一口では語れませんでもあなたはどこかでこんなものだろうと妥協したり何かのせいにして仕方がないと諦めたりしていませんかという女の生き様の難題に挑む刑事ドラマのようなコメディまあ分かったような分からんようなコンセプトですね。原作は、うん、畑武彦の小説ダーティーママおよびダーティーママハリウッドに行く、はい、ということで、うん、公式サイトのイントロダクションによるとですね、はい、このドラマの主人公丸岡孝子は決して妥協も言い訳もせず自分で自分の生き方を選び自分の足で立ち戦い続けている女です。敏腕シングルマザー刑事の孝子は1歳になる息子を連れたままルールも常識も周囲の目も度外視して豪快かつ強引に事件を解決していきます。しかも事件解決のためには違法捜査だろうが拷問だろうが何でもありのとってもダーティーなママなのです。ほう。そしてそんな孝子に振り回されるのが憧れの刑事課に仮採用となった新米刑事の長島葵、うん、正義感が強くて一生懸命だけどどこかとろいし心はとっても乙女、うん、やっと刑事になれたと思ったのにダーティーな孝子の無茶に付き合わされベビーシッターのようにこき使われ、うん、挙句の果てには恋人との関係にも暗雲が、うん、刑事としても女としても未熟な葵は孝子に反発しては返り討ちに会い続けます、うん、しかし無茶苦茶な事件解決と孝子とのバトルを繰り返しながら、うん、葵は本当に大切なことを学び成長していきます、うん、本当の幸せを目指して、うん、ひょうひょうと我が子を守り卑劣な犯罪者や男社会と戦いながら、うん、孝子は幸せに向かう全ての女性たちに荒々しい言葉でエールを送ります、うん、彼女たちが自分の足で立てるように。お、女性は強いですね。ドラマ見てたらせやけど女性の強いのばかりですね。あ、うん、男性もうちょっと頑張らなきゃいけませんね。ね、うん、そしてそんなダーティーママこと丸岡孝子を演じるのは長作ひろみ。2010年5月に男の子を出産、まさしく一児のママなんですがね、ほいほい。ちなみに連ドラの主演というのは2008年放送4つの嘘以来で出産後は初と。おお、ご無沙汰ですね。あ、で一方新米刑事長島葵に扮するのはカリナ、はい、私が恋愛できない理由に続く主役クラスのレンちゃん。そんな2人の起用理由についてプロデューサーは、はいはい、今回のドラマにはカリナさんのような誰もが共感できる女優さんがどうしても必要でした、はい、長作さんとの名コンビぶりが楽しみです、はい、そして長作ひろみさんは抜群の演技力があって、うん、女性の強さと愛らしさを同時に表現できる稀有な女優さん、今までの長作さんのイメージを破壊するぐらいの作品にしたいです。おー、楽しみですね。ところで長作ひろみとカリナのコメントはですね、はい、まず長作ひろみは今回の役どころについて、自分の守るべきものを守る、生きることはそんなに簡単なことじゃないと思ってしっかり生きている人、そして共演者カリナの印象は性格もさっぱりした方だと思うので、お芝居で対面した時も素直に出してくれるんじゃないかと、それぞれのキャラクターで繰り広げられる会話を笑ってピンと張り詰めた気持ちが緩んでくれるといいなと思います。一方カリナの方は、長作ひろみさんはかねてご一緒させていただきたいと思っていた大先輩だったのでとても嬉しかったです。普段の長作さんだと可愛らしい素敵な笑顔なんですけど、今回ダーティーな丸岡孝子を演じるにあたってどんな風に演じられるのか楽しみです。さらに今回の自分の役どころに関しては初めての刑事役なんですが、とにかくどんくさい女の子でも視聴者の皆さんの意見を代弁するような女の子になればと思います。それから今までの役は自分から率先して動くことが多かったですが、今回は違って長作さん演じる孝子にどう振り回されるのかドキドキしています。確かにね、この前の私が恋愛できない理由というのは、それこそ素のカリナ自身に近い等身大の役どころっていう感じだったんですが、はい、今回は全く真逆っていう感じでね。そうなんですよね。そんなにどんくさそうにも見えないですもんね。あ、こう普通におったらどっちが先輩や後輩かわからんような部分があるじゃないですか、うんうん、その辺も意識させてる部分があるんじゃないですかね。でまたね、はい、カリナもね、うん、あの美咲ナンバーワンもそうだったようにね、はい、意外とコメディエンヌとしてもなかなかやってくれるわけで、はいはいはい、今回またまた新境地っていうのを見せてくれるんじゃないかとね、はい、あ、
そして高子と葵を取り巻く登場人物なんですが、はい、まず葵の彼氏で、うん、交番勤務の佐々木拓也巡査に上地雄介、今は地域課だが刑事になるための試験勉強中、うん、念願の刑事になった葵を応援するが内心は複雑、うん、やっぱねこの辺も人間の心の難しいところですね、うん、そう素直に喜べへんという部分がね、うん、続いて高子と同じく麻布南署刑事課強行盗犯係の刑事白戸一郎に安田健、はい、細かい性格でワイルドすぎる高子が許せずよく衝突する、はい、犯人に怪我をさせないために爪をよく研いでいる、細かすぎですわそれは。そして強行盗犯係係長深沢保つ警部補には八島範人、うん、上昇志向が旺盛でルールを遵守する組織人間、うん、高子の上司として無鉄砲な彼女には憤慨している、うん、高子の息子の面倒を見るのが嫌で葵を地域課からスカウトした、息子邪魔なってしゃあないですねこれね、つまり高子は公立の保育施設はキャンセル待ちで、うん、私立の保育園は高すぎて無理という事情から幼い我が子橋蔵を連れて出勤、ほう、しかも事件現場までベビーカーに乗せて連れていく始末でね、すごいじゃないですか、このベビーカー、うん、いわゆる改造がなされている、ほう、このあたりも必見ということで、ダーティーママ楽しみにしたいと思いますね。